はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。隣の楓です。なんか一番最後のどうやこれなんかメガネかけた小学生がなんか言いそうな言い方ですけど、なんかね、ゴーリキさんと前澤社長、ゾゾタウンのね、前澤社長に。なんか不穏な空気というか、あれっていうね、そういう隙間風が吹き始めてんじゃないかっていうふうにね、言われているそうです。うん、まあ今までね、剛力さんが恋愛禁止っていうふうになってて、もう初めての恋愛みたいにさ、なんていうのかな、もう自分の幸せを見てみたいな、自分の彼氏を見てっていうようなさ、ツイッターだったりインスタだったりをね、上げていて、私はこんなに愛されてるのよみたいな感じでなっていましたけど、なんか最近はね、更新の頻度が落ちてるんだって、剛力さんのはね。今まで本当に2日に1遍ぐらいの勢いで更新してたのがなくなっちゃったの。そう、まあ別にいいけどうん、多分ね、女性の場合でちょっとね、この話で若干引いてる人がいると思うんですけど、多分ね、剛力さんが嫌いとか好きだとかじゃなくて、その発表の仕方っていうのかな、そのラブラブのことをなんか見てみてっていうのがちょっと若干引いてしまうっていうのがあって、応援できない恋人たちっていう風に見られてしまってるのかなとか思ってるんですけど、うん、そう、今までね、仕事が終われば彼のところに行ったりとかが、彼と連絡を取っていたのに、なんかそういうことがなくなった印象なんだって。うん、まあ前からね、そのZOZOタウンの社長の前澤さんは、結婚にはとらわれたくないっていうか、結婚の意味がわからないみたいな感じで、まあなんか前から言っていたそうで、で、まあ彼女以前に、なんて言うんだろう、子供がいるんですよね、未婚の女性で。一応認知はしているだろうけども、認知して、養育費っていうのかな、教育費みたいなのは払ってはいるだろうけども、なんか彼としてはっていうか、もうみんなそれ分かってるよね。うん、彼も隠しているわけではないので、多分彼女もその周りの人に聞いてるはずなんだけど、なんか聞く耳を持たないというか、初めて知った風になってるらしいんだよね。うん、で、26歳のうちに結婚をと。
持っている彼女にとってはさぞショックだったのではないかという憶測が流れたらしいですが、いや多分前から知ってるし、知ってると思う。うん、いろいろ前澤さんはこういう人だよとか、まあ認知はしてるけど子供がいるよとかっていうのは多分前からね話しているはず。うん、でね、まあ前澤さんもなんか月旅行の契約をしたとか言ってて、パートナーと一緒に行くとか言われてたけど、まあ否定してるそうです。前澤さんもその王力が所属するオスカーも、まあ彼女が行くことはないですよと。まあね、こればっかりは何かのきっかけで彼に冷める熱あげていたのが冷めるっていうことはまあありえることかな。多分本当にほんのちょっとしたことなんだろうね。どんなに好きでもこれだけは許せないみたいなさ。だからオスカーもまあ黙っているのはそれをね、まあ狙ってるんじゃないかっていうふうにもまあ言われてるようですね。まあね、剛力さんの愛の力で結婚するのかしないのか分かりませんけども、はい、皆さんどう思いでしょうか。できればコメントをお願いいたします。それでは皆さんさようなら。